どうもピオキングです。今日はこのコースやってきます。プランクフローブザフォレスト、森はいたずらを作るということでしょうか。で、昨日もそうだったんだけど、今日も日本人の方とトロールコースですね。いや最近っていうわけでもないんだけど、日本人の方が作るトロールコースのレベルがめちゃめちゃ上がってんのよ。でこれもね X で見つけたんだけど、この菱形さんで思い出しました。僕ですね、銀玉に出てくる菱形さんの声に似てるって最近言われるんですよ。いやマジだよ、最近こういうの多いけどマジなんだよ。ちょっと真似してっていいかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.4%。 俺はただ惚れた女には幸せになってほしいだけだ。こんなところで刀振り回してる俺には無理な話だが、どっかで普通の野郎と所帯持って普通にガキ産んで普通に生きてってほしいだけだ。ただそんだけだ。なんでよ開幕くるくる何も言わないでもらっていいっすか。もう似てないのは分かってるから。うわーあージャイアンなんだつねよ、俺の顔になんかついてるか。ごめんな、お前はいつも鼻くそしかついてないよ。なんだともう一回言ってみろ。そららー、今のところ一つだけスネ夫と似てなかった。ここ絶対似てると思うんだよな。そんなんどうでもいいんだよ。さっさとゲーム実況やれ。このバネに乗って普通に土管に進ませてくれるわけないよね。まあでも乗る以外にない気がする。このまま進めそうと思ったけどバネには乗れないのか。さあ土管に入っていきましょうと。今日はピンクコインコースかな。ピンクコインコースじゃない。やめてください。ここで砲台が襲ってくるならどうすればいい。すぐ右に行けばいいのかい。無理ですけど。なら左ダッシュだ。さっき左側が開いたのが見えたんだよな。で弾はシャイアンで避けとく。でツタに掴まれないよ。このマリー可愛くない？何両手広げてんの。じゃあジャンプで行こうか。隠しブロックはないみたい。いやここまでだけでも面白いな、この人のコースで。この四角の枠どうする。右から叩こうか。多分そっちの方が安全だよ。この四角は四角か。これ何も入ってないっていうこともありえるもんな。まあいや一旦右行ってそのまんま進めはしないか。じゃあこの中やっぱなんか入ってるんじゃない。やっぱりね、このマスターソードを取って爆弾を出す。これで問題ない。一旦ガードしておこうか。ぬっと出てくんだ。このギミック面白いね。どうやって砲台が上に来るように作られてんだろう。じゃあこの場所で待っておけば大丈夫。すぐ右に行こうか。でここも爆発するかもしんないもんな。ジャンプして右、そしてここも上に行きますと。はだこのコースやって分かったことがある。めちゃめちゃ進みやすいね。ここも隠しブロックあるんでねえの。右はない。ここも右はないで。さあドアに入っていきますよっと。中間があった。よしよしよし、普通取らせてくれるよ。好き、菱形さん好き。菱形さんじゃねえ、菱形さん、菱形さんだったって。名前は菱形さんであってるね。菱形さん好き。さあここのハテナブロックだらけど、どっかにアイテムが出てくる。そうだろ、ここか。やっぱりね、アイテムを取ったらいけないと思うけど、ここで当たれるんですね。さあこのブロックを壊すと菱形一回引っかかっちまえばもうわかるからね。この右側でキノコを取れっていうことなんでねえの。そしてブロックを壊します。であのブロック邪魔だな。これどうやって壊れるんだろう。なるほど、タイミングよくジャンプ。買った今週の武器物。君はちゃんとブロックに当てる来いよ。この敵やシュリガンやったぞ。さほど難しくねえところでただただ騒がしい。でこのつららはつららが落ちる前にこのからの甲羅を剥げばいいのかな。こんな感じでいいの。そして右に進みますと。なんだい花子、そんなところに出てきても僕はあなたのところに振り返らないよ。これは右に進める進めないで、ここはジャンプしていこうか。大丈夫。そんなところで騙そうったってそうはいかねえぜ。さあこのつららを落としいの。ここから僕は右ダッシュして進んでいくよ。これで大丈夫なんだろ。なかなか順調に進んでるね。じゃあここもしゃがみおしっぱでいい。みんなガチで聞いてほしい。こうやってね、スムーズに進むと今日のコース簡単だったですねって言われるんだけど、いや結構ね難しいんだよ。やってみると。やってみた方はわかる。トロールコースってねこんなのばっかりなんだから。そういや最近さ、新しい猫ちゃん買ったんだけど、僕が実況で絶叫しまくってる隣で走り回ってるっていうめちゃめちゃカオスな状況なんだよね。今もそこでめっちゃ走り回ってるからな。助けてなんだ。今さ、助けてなんちゃんって言ったじゃん。そしたらすぐ隣に来てさ、今僕の膝元ね、ピタってひっついてるんだよね。もう可愛すぎてたまんねえわ。もう今日絶叫なしでいいかな。ていうかもう実況やめていいかな。このままずっとなんちゃんと共に過ごしたいんだよね。だから早めに今日終わらせよう。なんちゃん待っててね。僕がすぐこのコースを終わらせて、あなたの元に行くからね。いや、こういう土管からですぐ罠があるやつって忘れちゃうよな。どうすりゃええねん、ここ。ここの進み方がマジでわからんぜ。ジャンプ。なるほど、ジャンプで分かったのか。で、ここの音符踏んだらキノコがどこかに出てくる。多分この辺でねえの。いや、この丸々の中怪しくない？絶対そうだと思うよ。だから丸々のところだ。いや、惜しい惜しい。丸々のところに来るのは合ってたもんな。もうちょっとって感じなんだけど。さあ、このつららを抜けて左下何か来るのかい？来る？あ、来ないのか。全然ぬるいよ。もうひし形なんかじゃないで、君はもう二等辺三角形ぐらいだよ。さあ、ここ右に行けば、うわ、鍵がすげえ気になる。鍵取って、あ、ここブロックあんじゃん。鍵を取ったらここ壊れて先進めるみたいだ。俺の勝ちだ。で、僕最近思ってるんだけど、日本人の方でトロールを作ってる人がいるじゃん。その3割は僕の動画見てくれてる説あるくらい。ここは鉄球だろ。分かってんだよ、そんくらい。バレブツ。そういやね、最近歌を歌うと音程を外しすぎっていうコメントがめちゃめちゃ来るんですよ。いや、僕が本気で歌を歌えばね、音程なんてぴったり中のピタゴラスイッチですよ。いくよ。咲いた咲いた。声が汚すぎて鼻しぼむわ。っていうか、そこ中間ポイントあるのか。戻らしてる。これ戻れるんじゃない？いけいけいけ。もういい。僕は中間になんていらないよ。そのままゴールしちまえばいいだけの話さ。ここは僕何もしない。はい、どうもこんにちは。暑いねマリー。そんなとこ行って大丈夫？大丈夫じゃない。ちょっとだけ避けようか。ここは一旦右に行ってもオンオフは変わらない。じゃあこのハテナブロックを叩くとどうなる？いや、これいいんじゃない？目ついてんのか俺は。これ左なんか行きたくないじゃん。連打時刻が待ってると思うじゃん。じゃあ下に降りたら中間2がゲットできるっていう感じでしょ。これは中間に、あ、意外と普通に抜けさせてくれんのね。ああ、優しい優しい。まあ、中間ポイントにゲット。さっきのキノコの場所なんだけど、オンオフしてそのまま下に行けばいいのかな。そしてこのまま右に進んだらキノコが取れますと。はいはい、なるほどね。ですねー。そういや、最近薬屋の独り言っていうアニメ見てるんだけど、あれめちゃめちゃおもろいね。最初はそんなことないかなと思ってたんだけど、後になってどんどん面白くなってくるやつだね。うわ、これどっち行く？完全に2分の1じゃんか。右行けそうな気するけど行けない。上のハテナブロック早すぎる。だからこっちが正解だ。先に進む。こっちの色よじゃん。じゃあ上に行くしかないんで上に行きます。このハテナの中は鉄球か。しかも足場があるじゃん、ちゃんと。で、この砲台絶対何か出してくる。ほらね、ガモンちゃん、お前はいいんだよ。鉄球なんか投げなくてもいい。早くこっちにおいで。そしてこの四角の枠の中もガモン、お前はなめくせに帰ってろ。で、この砲台は右にジャンプしたらいなくなると思うから、思いっきり右にジャンプだ。あっあっあっ、いや、大丈夫なのか。左、いや、左行ってみようか。そしてここに床があるもんな。だけでな、ジャンプしたから行けなかったのかな。一旦このレッドに乗って右ダッシュしてみる。わからんって。夏が多すぎやしないかい、このコース。じゃあここに乗ってジャンプしてすぐ右ダッシュ。これで大丈夫にさ。じゃあリフトに乗って一旦戻ってみようか。これで先に進めるのかい。こっからジャンプして右押し、まあ、これで大丈夫だ。教えろ。生き方がわかんねえからマジで困ってる。これ一旦リフト乗るでしょ。そして鉄球、あ、鉄球の後ろついていけっちゅうことか。やっとわかったよみんな。これで先に進めるよ。さあ、ここはジャンプしていいのかい。この土管入っちまう。いや、待って、このキノコ怪しすぎる。一旦取っておこうか。ピンポンって言われたんだ。え、これでいいんでねえの。キノコ状態で行くのが実は正解ですみたいだ。ほらキノコいるって書いてる。で、ヒント、あ、そこはヒントだったんだね。ありがとう。そろゴールがあってもいいよ。いや、まだ全然大丈夫。ここでチビになれるもんな。上の草なんだろう。これ何？なんかある？特に何もなさそうだね。じゃあドアに入っていこう。いや、ゴールがね、そろそろ見えてくると思いますよ。っと、こんな中にゴールがあるのかい。よいしょよいしょ。そんなに引っかかると思うな。抜けれない邪魔親父。さあそろそろゲームも終盤に近づいてきましたよ。ここは右押しパス、そしてすぐジャンプすれば石をかわせるんだ。でこのドクロリーフとどこに連れて行く、下に行くんじゃないのか。うわどうしよう、一旦乗ったままでいいよね。そしてこっから左押しっぱかな。どこに連れて行ったシリ耐久、いやこれはシリ劇場か。なるほどね。でもこの敵は当たれないよ。上のつららもさリフトが邪魔してるよ。もうスターこっち見んなって頼むから僕をやらせてくれって誰が来んだ。分かってる分かってる、上から何か降ってくるんじゃない、もしくは下から何か来るみたいだ。右にブラバンが見えたね。あのブラバンこっちに来てくれんじゃないの。でも僕は違う何かと予想したね。それは左からクッパだ。この崖もらったぜ。さっさ来いよ。ドクロリュートだって何もしないでおこうか。そうすると右に出てくるとは思うんだよな。あやっぱ出てきた出てきた。そしてうわ下行きてー、下行きてーけど絶対違うもんな。あっちは多分ただやられるだけ。でもこの50コインがすげえ怪しい。あーって言われたし、あこれゴールなんじゃね。うわっ違った。頼む中間ポイント戻しだけだ。下は絶対何もないもんな。え下に行ったらなんか出てくんの。しかもこっちまたさっきと一緒のパターンだって。ふざけるな。ちょっと待って、分かったかもしれん。この針のところに行くじゃん。そしたら左のブロックが開いてそこにゴールがありますみたいな。いや絶対そうだと思うよ。頼むそうだろ。あ左上か、左上そこゴールなんじゃない。やったーいやすごく遊びやすくて楽しいコースでした。どうもありがとうございます。はいそれじゃあ次のコースはこのコース 1-1 バッドユースピードランアズアフロック 1-1 だけどカエルでスピードランっていうことですね。でこの 1-1 ゴール条件もあるし、おそらくカエルマリオのままゴールしなくちゃいけないと思うんですよ。で最速も18秒台だから20秒以内にゴールしなくちゃいけないんじゃないかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.28%で皆さん知っての通りカエルマリオっていうのはずっとぴょんぴょんするじゃん。だからジャンプしながら進んでいく 1-1 だと思うんだよね。で最初にカエルがどこに手に入るかなんだけど、あスタートから速攻くれんのね。だからずっとこのぴょんぴょんしながら 1-1 を20秒以内にクリアしろっていうコースだと思うんですよね。ショートカットはショートカットないの。これで20秒以内ってめちゃめちゃきつくない。あと7秒しかないの。いやこのぴょんぴょんマジうぜえないやもう当たってしまったしさ、これむずすぎんか。さすがクリア率が 0.28% なだけあるね。でこれさまず行き道をね最初探してった方がいいかもしんない。こうやってね立ち止まり立ち止まりすぎだろこれもう無理だってもういいや、やり直そうまず最初ハテナブロック乗ろうか。ハテナからの大ジャンプで土管の方は届くね。で土管土管で土管でこの隙間は抜けれるでしょ。でこっから問題なんだよな。こっから大ジャンプ、いやちょっと止まってしまったけどこれノンストップで行かなきゃいけないのかな。なかなかいい調子できてるよ。これあと何秒 ?3 秒 ?2 秒、いやこれいけるんじゃない。頼む何やってん、階段強すぎ。今さ立ち止まらんかったらワンチャンゴールできちょったんじゃない。でこの4つの土管のところまでは全然簡単。問題がこの後よ。こっからこのちょびちょびをこのちょ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 こさいだー。ルートをまず覚えようか。ハテナブロックドカン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 から大ジャンプでちょんちょんちょん大ジャンプちょんちょんくやー。4つ目の土管越えてから上に行ってみようか。それが一番簡単なんでねえぞ。でここの上に行けば下に行く必要ないもんな。いやいいところにハテナブロックある。これさ止まってるけどクリアできる。残り何秒 ?4 秒、いやワンチャンいけるんじゃん。頼むいけーでももうルートは確認した。上から行けば簡単だっていうことに僕は気がついてしまったんだ。さあクリボーを踏んでこの上から行こうじゃないか。そうすればいいところに乗れない。なんだこのコースとてつもなく難しいじゃないか。もうやめたいと思ってるね。でも今やめてしまえばこれまでの努力全てパーになってしまう。それだけは避けたい。こっからジャンプだ。新しいルートを見つけたぞ。邪魔するなとんがりこんが。そもそもよカエルマリオっていうのはジャンプするタイミングがめちゃめちゃむずいのよ。ちょっとでもずれてしまうとスピードが落ちるんだよね。なんかわかるかな、たまにスピードが落ちてるやつ。それがさなかったら全然余裕でいけると思うんだけど。見てよしよしよし、これジャンプジャンプいい調子いい調子。これもミスらなかったら俺のバカ。そろそろクリアさせてくれてもよくないかい？僕がこんなに一生懸命頑張ってるのに、こんな難しい位置の位置もう二度としたくないで、これちゃんはいいけるか？今度こそこのままいけよ！今じゃないです！今いける！僕にも一時間！そろそろクリアテイクみんな見たいとは思うんですよ。だからクリアテイクだけ黙って流そうかなと思います。これでクリアできなかったらあ、もう終わったね。ぴょんぴょんしてやったらもう終わったねもうしゃがんだまま行く。待ってよ、これしゃがんだままだったらめちゃめちゃ行きやすいんじゃないか。これぴょんぴょんがないもんな。ちょっとそれでやってみていい？だから最初しゃがんでジャンプからのハテナドカンドカンドカン。これマジでぴょんぴょんの影響あんまり受けてないで、相当進みやすいんだけど。きたきたきた、こりゃ今日見つけたぞ。なんだこんな簡単な方法があったのか。まあ立ったまんまでもいけそうだけど、使えるテクニックは全て使わせてもらうぜ。じゃあここ下からでもういいんじゃない？ほらほらほら簡単、めちゃめちゃ簡単。これもクリアできたんでねえの？時間は5秒もあるもんな。はいはいはい、よーしーいやこれね、クリア率とてつもなく低いけど、みんな立ったままやってたんじゃないかな。しゃがんだら進みやすいっていうことが分かったら、もっとクリア率上がってたかもしれないね。すげえ楽しい1の1をありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。